お疲れ様です。あ、私は航空券とかもらいに来たんです。次のお仕事海外だから早めに準備しておこうかなって。南イタリアで撮影ですよね。私すごく楽しみで、夏はとっても暑くて鮮やかで綺麗だって聞きました。きっとお日様も海もキラキラしてて、お花もいっぱい咲いてるんでしょうね。はあ、想像するだけでドキドキします。あ、もちろんお仕事も頑張ります。バカンスの空気に誘われて、きっとワクワクするような撮影になりますよね。そういえばどんな撮影なんでしょう。私聞きそびれちゃってて、イタリアの街並みをお散歩とかかな。え、水着ですか。水着でプライベートビーチでグラビア撮影、私が、ボンジョルのチャオ、はあ、知らない言葉に知らない景色、私たち本当に来たんですね、イタリアに。聞いてたよりもとっても綺麗な海で、みんなもすっごく楽しそう。私も一緒に遊びたいけど、でも、やっぱり水着は慣れなくて恥ずかしくって、勇気を出したいって思うんですけど、でもプロデューサーさん、私に付き合ってくれなくていいので先に遊んでてください。私はもうしばらくここで。一緒にいてくれるんですか。でもこのまま私と一緒にいたら日が暮れちゃうかもですよ。それでもありがとうございます。プロデューサーさんはいつも私を信じて待っててくれますね。だから私は頑張れるんです。おかげで自信を思い出せました。でももう少しだけプロデューサーさんとお話ししてたいな。